チャンピオンエンブレムとは、サッカーや野球などのスポーツにおいて、選手権大会などに優勝したチームに授与されるもので、あり、ユニフォームに縫い付けられる、ワッペンのこと。サッカーにおいては、FIFA ワールドカップ、FIFA 女子ワールドカップ、FIFA フ,フ,フットサルワールドカップ優勝国に対して、国際サッカー連盟から授与される。なお、FIFA では、FIFA チャンピオン、S バッジと呼称している。 チャンピオン国はワールドカップ優勝エンブレムを次回大会まで着用することが認められる。FIFA フフクラブワールドカップ優勝クラブにおいても次回大会まで装着することが認められている。また日本サッカー協会では天皇杯全日本サッカー選手権大会優勝チームに天皇杯優勝エンブレムを授与する。また J リーグでは J1 リーグのリーグ戦年間優勝クラブに対して 優勝エンブレムを授与している。日本では2008年までは、日本サッカー協会のシンボルであるヤタガラスに、天皇杯チャンピオンは E マーク、リーグチャンピオンは J マークがついたのを使用したが、2009年からは共にヤタガラスを廃止して、天皇杯は桜の花びらをあしらった、天皇杯シンボルマーク、リーグも金色の J マークにそれぞれ変更された。2冠を達成したチームは、 星マーク付きを使用。国際サッカー連盟が FIFA フフワールドカップ FIFA フフ女子ワールドカップ優勝国に対して授与するものは金色地にワールドカップがセンター、下に優勝回数分の星マーク。歴代授与チーム2008年までは八田ガラス2009年以降は金色の J マーク並びに天皇杯シンボルマーク。天皇杯シンボルマークは天皇杯のみ装着。かつては 富士ジロックススーパーカップでも装着していたが2015年以降はなくなった。日本野球機構管轄のプロ野球においては口述する。セントラルリーグのオフィシャルタイプが登場する以前、チームがペットマークなどをアレンジしたチャンピオンエンブレムを各々制作し装着する例があった。一番古い例は1949年に南海ホークスが1946年。 1948年の2度の優勝を記念し、年号入りのフラッグタイプのエンブレムを装着した例とされる。セントラルリーグは2012年より前年度優勝チームに対し、リーグ優勝の栄冠をたたえてチャンピオンエンブレムを授与することとなった。デザインセントラルリーグでは優勝ペナントと優勝トロフィーが授与されるが、このエンブレムのデザインはその優勝トロフィーを中央に据え、 左にセリーグの連盟ロゴマーク、右に優勝した粘土を西暦でプリント。背景はチャンピオンの色であるゴールドカラーを採用。さらに背景のゴールドには黒いグラデーションをつけ、エンブレム全体が立体的に見えるようにデザインされている。歴代授与、チームチャンピオンエンブレムを右袖に装着している。ただし、広島東洋カープは左袖に装着している。 日本のアマチュア野球では2種類のチャンピオンエンブレムが存在する。第84回都市対抗野球大会優勝の j x エネオスユニフォーム。左袖に黒獅子エンブレムが付けられている。2001年より都市対抗野球大会優勝チームに対してその栄誉を称え、黒獅子エンブレムが副賞として贈られている。黒シ子エンブレムは優勝チームのユニフォーム左袖に 翌年度の都市対抗野球大会終了まで着用する習わしとなっている。なお、黒獅子エンブレムを重布した都市対抗野球優勝チームのユニフォームは野球伝道博物館に寄贈されて展示される。社会人野球日本選手権大会では2007年より優勝チームへの副賞の一つとしてユニフォームの袖に同大会の優勝旗と同じ衣装のエンブレムをつける。なお、期間は クロッシ支エンブレム同様、翌年度の社会人野球日本選手権大会、終了までの1年間、ありがとうございます。